どうしたのこんな時間に。あ、ちょっと寝れなくてさ。近所迷惑。みんな寝てるって。だから迷惑なんだよ。あ、もうシワになっちゃうじゃん。目覚ましセットした？なんで？乗ってる？え？聞こえない。隣じゃない？いや、うちだって。ほら、やっぱうちだよ。くんねんだよ。何が？俺だって仕事忙しいんだよ。仕事仕事って全然自分で写真撮ってないじゃん。一生アシスタントする気？わかんねんだよ、レイには。モデルなんかにクソみたいなアシスタントの気持ちわかんねんだよ。何それ？じゃああんたに私の気持ちが分かるっていうの？不毛だね、こんな会話。バイバイ。待てって！触らないで！こんな情けない人だと思わなかった。
あなたといつもその笑い声で二人奏でた音色はもうならない、もうあの日に戻れないならば歌にして繰り返すだろう、どんなに近くに感じていて for you